この2角のモデルは曲線をテーマに制作されたモデルだと思います。このモデルは BK12 です。キャーフルムとしては珍しい曲線が美しいモデルになってます。バウハウスのキャンティレバーを代表するような曲線を使ったデザインを考えたのではないかと思われます。これがキャーフルムに影響を与えたニース・ファンデル・ローエの MR チェアです。美しく曲線が優しくて温かいデザインだと思います。キャンティレバーの注意点としては、重力によって曲がってしまう可能性があるということはご注意ください。ドイツのバウハウスの特徴であるキャンティレバーのこの曲線を意識して PK12 の曲線があるのではないかと想像されます。